こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。汚染水の放流に対し日本を非難しているのに、世界一汚染されている韓国の海ですが、プラスチック廃棄量が世界ワーストとなったようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。韓国の1人当たりの年間プラスチック廃棄物排出量が米国と英国に次いで世界で3番目に多いことが分かった。米国立科学工学医学院が発表した報告書、世界の海洋プラスチックごみに対する米国の役割評価によると、2016年の基準では1人当たり年間88キロとなり、米国130キロと英国99キロに次いで世界3位となった。ドイツ81キロ、日本5位38キロ、中国16キロの順だった。報告書によると、2015年に全世界で排出されたプラスチックごみは3億8100万トンで、このうち約880万トンが海に捨てられた。このような傾向が続けば、2030年には年間5300万トンに達するプラスチックごみが海に流れ込むと報告書は見通した。米国は16年約4200万トンのプラスチック廃棄物を発生させたが、これは同期間欧州連合 EU 諸国で発生したプラスチック廃棄物を全て合計した量の2倍を超える規模となっている。マーガレット・スプリング委員会議長は、米国のプラスチック廃棄物は川、湖、浜辺を汚染させるとし、これによって社会経済負担が増え、海洋生態系と野生動物が危険にさらされていると指摘した。世界中のプラスチックの生産量は急激に増加している。1966年の2000万トンから2015年には3億8100万トンと、半世紀で約20倍増加した。特に海に流入するプラスチック廃棄物は年間約800万トンで、現在の速度でプラスチック廃棄物の排出が増えれば、30年には年間最大5300万トンに達するものと予想される。プラスチック廃棄物の流入が増える重要な原因の一つは不十分なリサイクルだ。1980年以後プラスチック生産量が爆発的に増えたが、これに比べてリサイクル規模が少なく、ますます多いプラスチック廃棄物が川へ海へ流れるようになったのだ。それではネットの反応です。消費者が問題なのか、企業が問題なのか。商品を買うたびにこれを飲み、あれを使えばプラスチックが出てくるのに、どうすればいいのか。韓国人は出前料理を狂ったように食べる民族。韓国人が世界ワースト3位だなんて。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。